やる気です。やっぱりそういう方は器に興味を持たれたりするので、まあ、そこに共感してくれて、まあ、お客様は多いですね。料理を盛る器は以前やカラスの作家とコラボしたオリジナル。斉藤さんがその一つが焼いた伊勢海老を絡め出汁を取った伊勢海老ポタージュつけそば。特製の伊勢海老オイルが効いた旨味濃厚なポタージュが噛み応えのある田舎そばに絡みます。新四六沿いに誕生した新名所です。第18位池尻ちょこっと横丁。焼き鳥の山椒の奥には奄美料理のソテツ、そのお隣はクラフトビールが楽しめる滝飲みのビールマン池尻です。さらに一番奥には朝から飲める立ち食いそばの池尻そばがあります。名物は炭火で焼く香ばしい焼き鳥。しかしそもそも池尻大橋の方にとって山椒といえば同じ246沿いにある大きな水道地形からなんか見やすいところですよね。ちょっとピングしてるんですかね、冷蔵で。そうですね。